皆さんおはようございます。戸田和幸です。今日あいにくの雨模様で、少し前までは相当降ってたんですが、ここに来てちょっと小降りになりましたがね。さあ、グラウンドが水浸しになってしまっている可能性があるので、今日の練習はフットボールはできないな、ラグビーになるかなっていうことを今考えてるんですけども、皆さん今日も元気に朝を迎えられたでしょうか。私は昨日は夜、ハンガリー、ポルトガルを見て、でそこから一回寝て、6時半過ぎに起きたんですかね。そこから、フランスとドイツを見て、で今練習に向かっていると。まあそんな感じで皆さんも見たんじゃないですかね。1時からの試合だったらなんとか見れるけど、4時からの方は見られないから後にずらすか、まあポルトガルの方の試合をやめてフランスとドイツを生で見るっていう、まあそっちの方の人多いかもしれないんですけど、私ちょうど トレーニングも考えてて、もう気がついたらハンガリーとポルトガルが始まる時間になってしまったんで、そのまま見ました。でまあ、メンツを見るとポルトガルも非常に今回は、まあ、期待ができる、前回以上にメンツって意味では期待ができるのかもしれないですけども、まあ、試合運びとすると、初戦の難しさがあったかもしれないんですが、非常に良くなかったんじゃないかなと思いました。でここ最近は、まあ、今大会も結構目立つ 5-3-2 ですね。ハンガリーも 5-3-2、まあ、これで、まあ、基本的に中央レーン、そこからまあハーフスペースあたりにかけては、まあ8人が 2-3-3 の8人がこうボールに対してしっかり縦の選択肢も消しながら、で立っている人の斜め後ろに、で次のラインの次の列の人がポジションを取りながらボールをしっかり外回りにさせたり、まあスローダウンさせたり、まあ無理に入ってくるボールを前向きに取ってカウンターで、カウンターは基本的にポルトガルのサイドの背後、まあ、ここですごくハンガリーはうまく、たくましくプレーをしたように見えましたよね。で何より良かったのは、まあ、スタジアムが満員で、ちょっとは僕どういうことが理由でハンガリーのに関してはあの試合に関しては満員のスタジアムにできたのか分かってないんですけども、でも、まあ、これまでの他の試合以上に熱気があって、そういう意味ではポルトガルからするとちょっとアウェーな感じもあったのかもしれませんけども、まあ、後押しを受けてやっぱり選手が頑張れる部分はすごくあるなっていうものを感じながら、どうしてもポルトガルの方のあまり良くないパフォーマンスで、それがどこから来てるのかみたいなのをずっと見ながら、考えてまして、まあ、ちょっとツイッターの方にもつぶやいてみたんですけども、まあ、ボール保持ができる前提で、5-3-2の相手にどれぐらいトランジションのところも含めてマネジメントしながら攻撃で打ち破ることができるか、この試合でいうとダニロ・ペレラとウィリアン・カルバーリョ、まあ、この2人のところだと思うんですけど、まあ、どちらも昨シーズンでいうとそんなに良いシーズンは過ごせなかったんじゃないでしょうか。まあ、パリでもベティスでもしっかりレギュラーが取れるところまではいかなかったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、特徴でいうとそこまでカバエレが広くないっていう、どちらもちょっとこうドシッとするタイプなんで、でドシッとするんですけども、パス出しっていうよりは、まあ、いわゆるあれがボランチっていうタイプになるのかなって感じするんですけど、まあ、しっかりボールを散らしてなおかつ鋭い縦パスを入れながらっていうゲームコントローラーの役割っていうよりは、まあ、周りに攻撃の選手がいてドシッと構えて、まあ、そこで重しんとなりつつバランス取って、ただ意外にそのカバーエリアが広くないので、ネガティブトランジションの時に自分の場所にボールが来れば、まあ、身体的な強さありますけども、自分のところもしくは端っこですね、脇とか端に相手がその攻撃の活路を見出した時にそこまでの行動範囲の広さがないので、意外に真ん中にいてもあんまり意味がないっていう、まあ、これがやっぱり中盤のセンターの難しさというか、まあ、どういったタイプの選手を置くのか、どういうシステムを採用するのかっていうことになるんですけど、まあ、昨日2人置いてるんですけども、その2人でもあんまりこう効果的なトランジションが作れないで、攻撃のところで言うと2人とも後ろに下がりつつ効果的なやっぱチラシもできない、後ろにルベンディアスがいますから、
まあ、そこの仕事は確かに任せていいんですけど、まあ、だとしてももう少しドリブルで運びながら引き出すとか、でもう一枚はもう少し、前目にポジションを取りながら、入りすぎちゃいけないんでしょうけど、やっぱり前こぼれもしくは前のトランジションのところでしっかり仕事ができなきゃいけないんじゃないかなと思って、見ながらツイートしてました。でやっぱり交代する、ウィリアム・カルバーレが交代する前ですかね、あのオフサイドでハンガリーの得点が取り消された場面があるんですけど、やっぱ点が取りたいっていうことになった時に少しずつ、まあ、ウィリアム・カルバーレが例えば前に出てた時になかなかその前でのトランジションで力発揮ができない、もしくはあの場面で言うと、まあ、不必要な、アリー気味のクロスを入れて、まあ、そこからカウンターを受けて、でカウンターの対応もポルトガルで言うと、まあ、左の方に展開されたんですけど、まあ、ダニオ・ペレラもそこには間に合わず、まあ、最初にこう抜け出したところのアクションがちょっと早かったんでオフサイドになったんですけど、まあ、ああいった展開がずっと続いてたんで、ああなってくるとまずいなと。で気がついたらあのベルダン・ロシーバーが交代で下がってたりとかしましたから、あれだと思って見てたんですけど、まあでも結果的には、まあ、中盤のセンターより前で、まあ、動けて入っていける選手を置いた時に、まあ、相手はやっぱりもう少しこう中から見なきゃいけないっていう、守備になった瞬間に右のハーフスペースから飛び出したっていう、でそこから点が入りましたから、やっぱり攻撃を改善すると守備がそのまま改善されたり、守備を改善するとそれが攻撃に、良い形でつながるっていうのがフットボールには、まあこれは往々にしてよくあることなんですけど、まあ開幕戦というか初戦なんで少し自重気味に入ったのかな、フェルナンド・サントスっていうところもありながら、まあどちらかというと、まあリスクはあんまり取りたくないタイプの監督さんなんじゃないかなと、まあ個人的には認識しているんで、まあ、そういったところが出た可能性はあるなと。でベルナルド・シューバー、まあ、4-2-3-1 ベルナルド・シューバー右、まあ、ジョタ左で真ん中ブルノ・フェルナンデス、まあ、これ自体に僕は問題があったとは思わないんですけど、真ん中がやっぱりタスクとしてしっかりしてこないとサイドバックも前には出づらいですから、まあ、ゲレードがいて、まあ、カンセロが残念ながらいなかったですけども、まあ、右にも結構セメドがいたんで前に出る力はあるんですが、ここの厚みがなかなか出し切れないっていうところが、2センターの中盤の位置取りとタスクをもう少しはっきり決めつつ、やっぱりトランジションも含めてしっかり仕事ができる選手がいないと、まあポジショナルプレー難しいよねっていうことをすごく感じました。でこれはあれはポーランドとスロバキアか、この試合でも一緒で、まあ、ポーランドはあのクリホビアクが退場して、まあ、そこから、まあ、コーナーで逆転されて負けるんですけど、まあ、ポーランドにはパウロ・ソーザが監督やってる時にちょっと考え方は、ね、違うんですが、やっぱり後ろ3枚その前にクリホビアク1枚でその前にずらーっと人を置いて、まあ、レバンドスキーがいるんですけど、やっぱトランジションのところもしくは攻撃の質が上がりきらないと、まあ、カウンターはやっぱり受けちゃうところがありまして、だここも含めて攻撃と守備の、まあ、つながりとか、もう攻撃でどれぐらいのことができそうなのかっていうところで人選とかプランとかは組むことになるんですけど、まあ、そういったところがうまくいかない国はチームはやっぱりちょっと苦労してるなっていうところを感じますと。でポルトガルはもう少し攻撃の方の、まあ、バランスを前に持ってっても大丈夫なんじゃないかっていうところがあって、例えばポーランドなんかの最初からもう後ろを3の1にして、でそこからまた幅も取る人もいるんですが、中に人を多く置いて、なんか相手の中盤の後ろ側まで入っていくっていうところで打開は試みたんですけど、残念ながらそこを打ち破れるクオリティがちょっと足らず、まあ後ろ3枚前1枚、まあここでカウンターがうまく特に中盤の真ん中のところで止めきれないっていう、まあ、クリオビアクも優秀な選手だと思いますけど、まあ、やっぱりセビージャーでイエローエメルト取って、そこからパリに行ったあたりがピークだったと思うんですね。でパリではやっぱり場所が作れずに、まあ、残念な時間にはなったと思うんですけど、今は多分スパルタクモスクワなのかな今ずっといる感じなんで、その前に多分プレミアでウェストブロミチかどっかにいたと思うんですが、なかなか、まあそういう意味ではキャリアっていう意味ではちょっとこう、停滞もしくは下降に入ってて、
まあもともとバランサーですけど、そこまで早くやっぱりこう広範囲に動ける選手じゃないですから、まあこういった時にこういった選手もどんなタスクを渡しつつチームとして相手を上回るところまで持っていけるかっていう意味では、まあパウロ・ソウザンもちょっと設定を間違えたんじゃないかなという、まあどういうことをやりたいかっていうのは伝わってくるんですけど、それができるだけのリソースがあるのかっていうところで考えると、ちょっと設定を間違えてるんじゃないかなっていう、やっぱ設定を間違えるとうまくいかないのが明らかなんで、まあポルトガルも設定を間違えて、まあポルトガルの場合は修正を施した結果うまくいったんですけど、まあ割り送ってしまった選手が確実にいて、でボールを引き出さなきゃいけないので少し降りてこうボールをもらってあげなきゃいけない、例えばベルナルド・シバーがいた時に、まあ前の人数がやっぱ足らないですから、まあ攻め度がいたとしてもやっぱりちょっとこう低い位置まで降りた時に、まあハーフスペースの前のあたりに人がやっぱ入ってこないっていう、まあロナウドは基本的にフィニッシャーなんで、まあそうなるとブルーノ・フェルナンデスになるのかもしれませんけど、じゃあブルーノが動いた時にまたブルーノがいた場所から前に入っていく選手を誰か作らなきゃいけないんですがっていう、そういうオートマチックな部分も含めてポルトガルはうまくいかなかったんじゃないかなと。で意外にカウンター受けたよね、ペペがいてルベンディアスがいて、ゲレードとセメドもいて、でもその前のところでフィルターがやっぱり、まあ、存在してるようで存在してないので、まあ、ハンガリーが相手でやっても結構イカレだなポルトガルっていう意味では、まあ初戦でこううまくいかない展開を経験して、でもまあそこでうまく修正して乗り越えたんで、まあ、今後の試合ではっていうところは一つ監督とすると、まあ、学びを得たというか、まあ、こうどういう人選とバランスで戦えばいいのかっていうのは見えたんじゃないかなっていう気がしますから、まあ、このグループ F かな、まあ、とにかくハードですからね、まあ、ポルトガルがポルトガルらしく、まあ、ポルトガルらしくというかそのポルトガルにいる選手たちの能力をうまくこう足す形でプレーするところが見られたらなと、また次に期待したいと思います。で今朝方は、フランスとドイツの試合を、見まして、フランスが 1-0 で勝ったと。でドイツは大会前のテストマッチを1個見たんで、デンマーク戦ですね。でその時とは確かにリュディガーとか、まあ、あとはギュンドアン、まあ、トニクロスも、まあ、いなくて、でいない中でここからボールをこう運ぶっていうところが、ちょっとやっぱり10でだと難しいのかなって思った時に、やっぱり開幕戦というか、まあ、初戦はいなかったんですけど、まあ、僕はやっぱり気になったのは、まあ、キミヒを右に置いて、まあ、真ん中はギュンドアンとトニクロスだったと。でフランスはどういうチームかっていうと、ワールドカップは、まあ、基本的にはすごく硬くて、まあ、めちゃくちゃ速かったっていうチームなんですけど、まあ、今日の人選が多少違ったとしてもやっぱりその速さっていうのは健在で、でその速さを引き出すもしくは生かすっていう意味でのベンゼマのパフォーマンスは僕は素晴らしかったなと思ったんですが、まあ、ドイツからすると優位性が取れる時間帯は確実にあって、でフランスは結局まあ守備に入った時には 4-3-3 が自陣に来ると 4-1-4-1 か 4-5-1 になって、これイングランドと似てるんですけど、やっぱボール持ってる人に対して規制をかけきれない時に中盤のやっぱ間をボールが抜けていくっていう場面は、まあ、結構あったんですよね。だから保持率で言うとフランスは 45% いかないぐらいだったと思うんで、まあ、だいぶドイツがボールを持って、で最終的にはクロスも入れる回数が多くなってゴールに迫ったんですが、だ一方ドイツからすると、まあ、運ぶもしくは入れていくっていうところまではいいんですけど、その後どうかなっていうところがやっぱり気になって、まあ、トーマス・ミュラーがいて、ハーバーツがいて、それから、まあ、ニャブリがいて、まあ、そのスタートする場所もどうかなって思ったところもありましたし、まあ、キミヒを右に持っていって、確かにキミヒは右でも、もう質の高いプレーができるんですけども、まあ、キミヒが右で、中盤のセンターがさっき言ったようにギュンダンとトニクロスで、まあ、真ん中からの配球も質は高かったですけど、意外にやっぱりクロスからの縦パス引っかかって、あれがエンバペがオフサイドだったっていう、まあ、無効になったゴールのところなんかは、
やっぱり中盤から入れ縦に入れたボール引っかかってトランジション引かなくてそのまま行かれたっていうところも出てましたし、まあキミシがいても止められないぐらいの速いカウンターはフランスは持ってるんですけども、ただまあキミシを右に置いたことによって失われたものがあったり、キミシを右のウィングバックに置いたときに、まあ基本的に突破はないですからね。で左のゴセンスは、すごく良い試合にはできたんじゃないかなと思ったんですけど、だいずれにせよその突破っていうところで言うとドイツのウィングバックはどちらもあのインターナショナルレベルではしっかり発揮できるほどのものではなくて、まあ、そうなっていくとも当然後ろから持ち出してそこから厚みを出してってことになるとトランジションを しっかり行えないとカウンターを受けるっていう、でカウンターは確かに何回も受けて、まあ、仕留められてもおかしくなった場面もあって、でまあ、ドイツも、まあ、58分の場面なんかは綺麗に相手の中盤をやっぱり超えたところでボールが入ってっていうところでかなり良い場面は作ったと思うんですけど、まあ、自分たちが欲しいものと相手に与えたくないものっていうところを考えるとどうだったのかなっていう、まあ、やっぱまあ監督の基本的には考え方が全て人選と、まあ、戦い方には反映されるので、まあ、レーム監督ですから、まあ、ロシアワールドカップも失敗をして、でその時も基本的には例えばギュンダンと、トニクロスで、まあ、そこでやっぱりトランジション効ききらないので、あの時はルディかな、ルディなんかを使ったりしたんですけど、やっぱりこうちょっと片輪な感じが自分にはして、要は片って攻撃の方だけにちょっと変調する感じがあって、で攻撃の質もそこまでなかなか上がりきらないっていうのと、まあ、スペース消された時にやっぱ入っていくの難しいよなっていう、まあ、そうすると基本的には外側から入っていかなきゃいけないんですが、まあ、外から入っていく時のも基本的には打開の部分と、まあ、コンビネーションはボールが入った時にはできそうな選手は揃ってるんですけど、まあ、フランスもやっぱりそこはボックスの中に入られても、最後のところは、まあ、ギリギリの対応もいくつかあったんですけど、うまく乗り切った感じがあって、まあちょっとドイツからすると難しい試合になったんじゃないかなとは思いましたが、皆さんはどうね、見たんでしょうか。まあやっぱり、代表チームなんで、基本的にはスタープレイヤーばっかりで、でもその中でもやっぱり攻撃と守備と、まあそこにやっぱりくっついてくるトランジションのところを、まあきちんとあのデザインができることが望ましくて、で対戦相手との比較になった時に、まあこの試合はこういう展開になり得るっていうところでスタメンを選んだり、まあプランを組んだり、その後に修正をして采配を振るって選手を変えたりすると思うんですけど、まあここがちょっとドイツの場合は、まあ基本的にやっぱり攻撃というかボールを持つっていうところからずっとやってきたので、まあそこでなかなかこう打ち破れない時に脆いなっていうところは、まあ後ろのスピードの部分も含めてなんですけど、ちょっと感じまして。ただまあフメスからボールがやっぱりこう相手の中盤を抜けてニャブリのところまで入るとかっていうのは前半からあったので、まあいったところからどれぐらいフィニッシュまで持っていけるのかなっていうところはあるんですけども、まあなかなかフランスもハイラインを取るってことが逆になくて、まあ背後消して中を固めて、まあ仮に中盤を越されたところにボールが入っても、まあ締めたところから最後までしっかり対応すると。ただまあ攻撃的な選手を中盤より前に置いてるんで、どうしても両サイドのところが、まあ、エンバペとグリーズマンになると、で 4-5-1 になって、まあ、展開によってはベンゼマが左に来たりしたんですが、まあ、カンテがど真ん中にいて右がポグバ、左がラビオで、カンテが少し前に出てトニクロスとか、まあ、いったところを監視する形になるんですけど、まあ、なかなかそのボールを奪うっていう局面を作るところまでフランスも実は行ってないので、まあ、カンテがいない場所に縦パスがスポンと入れられたりとかっていうところは結構多かったですね。これはまあ代表だからこその難しさかもしれないし、まあ 4-1-4-1 の難しさかもしれなくて、これはイングランドも実は一緒でした。まあ、攻撃の方が、ハルビン・フィリップスか。まあ、彼がちょっと、あの試合でとフォーデンが割と張る場面が多かったんで、まあ、インサイドレーンからバン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 飛び出すっていうところから最後アシストしたり、まあ、攻撃面での良さは見られたんですけど、イングランドも基本的に守備はリトリートで、でボックス内までやっぱりこう運ばれちゃう場面が多かったんですよね。だ 4-1-4-1-4-3-3 攻撃面ではすごく効果的だと思うんですけど、で守備も一見中盤には5枚並んでるんで、まあしっかりなんかこう網張れてるんじゃないのっていう見る向きもあるんですが、言ってもボールの直径ってまあ皆さん知ってると思いますけど23センチしかないんで、
まあ、いくらでもすり抜けるわけですよね。で、ボール持ってる人に対して、やっぱり何らかの、こう、規制、横でも縦でもいいんですが、規制がかかってこないと、ボール持ってる人ができることが減らせないので、そうなってくると、まあ、縦も斜めも出せるし、っていうところで、中盤のラインを越えられちゃうっていう場面は、まあ、イングランドもあったし、フランスもあったと。で、ここのネガティブな要素をどれぐらい潰しながら、自分たちの強みを発揮できるかを、まあ、基本的には考える。と思うんで、考えなきゃいけないので、やっぱり試合の中では、はい、どこかでそういうちょっとこうネガティブなところは、まあ強国でも出てると、でドイツももちろん出てると、あとはその中で、しっかりしのげるかどうかになってくるんで、まあドイツもうまくしのいだ場面はありましたが、まあポルトガル、ドイツ、フランス、まあハンガリーは少し難しいと思うんですけど、この水どもえのグループは確かに、非常に、熾烈な争いになってるなと思うので、また今後も残りの2節分ですか、まあしっかり見たいなと思いますし、まあ今のところ、スイスとウェールズの後半だけ見てないんですが、あとは全試合、僕は見てますんで、まあなんかそういうちょっとたっぷりめの振り返りというか、まあ簡単なね、総括的なものの動画をまた出してもいいのかなと思ってるんですが、まあワウワウでの解説、今回も依頼していただけまして、もう一つ終わったんですけど、もう一つ、スイスとトルコが最終節ですか、3節ですね、残ってて、まあそれで僕の今回のユーロは終わりになります。ですので、もう一試合しっかりできるように、準備して臨みますので、そちらの試合もぜひよろしくお願いします。あと、ワウワウの多分サイト内にトークアレーナっていうのがあると思うんですけど、そこでゲスト出演した時に、ベルギーとロシアの試合の振り返りを映像を使ってやりました。で、それはまあ結果的に下がって5バックになる、もしくは、そこから最初から5バックにして前に出ていくっていう、そのロシアの守備の違いとか、まあ、ロシアの守備の不具合をベルギーがどんな風についたかっていうのを、まあ、映像を使いながらいろいろ話をしたんで、まあ、そういったことになんかこう、興味がある人は見てみてください。で、映像も使いながら、まあ、書き込んだりして、なるべくこう、目で見て分かりやすくしながら、多分30分ぐらい使えたんで、まあ、ハイライトの後に、まあ、分析振り返りみたいな感じでやってみたので、興味がある人は、無料で見られるみたいなんで、ぜひ、ご覧ください。で、532もいろんな532があるっていうのが結構今大会、まあ、自分の中で一つこう、まあ、トピックになってまして、まあ、フィンランドも532でしたし、あとどこだ、まあ、スコットランドもそうか、で、昨日もそうですよね、ハンガリーもそうだし、オーストリアもそうだし、北マケドニアもそうだし、まあ、3412っていうその、まあ、基本攻撃の方で、その3バックもしくは、まあ、ツートップを取ったスイスみたいな国もあるんですけど、スイスもやっぱり守備とかちょっと曖昧でしたよね。で、非法人ところもうまく整えていかないと、その攻撃に、多くタレントを置いてもなかなか、その人たちの能力を発揮させることができないっていう難しさがやっぱフットボールにはあるので、まあ、どこまでそれをこの代表レベルで、うまくデザインしてまとめることができるかっていうのはちょっとわかんないですけどね。代表監督っていうのは基本的に選ぶ仕事なんで、作る仕事じゃないですから。だから人で解決しなきゃいけない部分がかなり多分に出てくるんで、まあクラブの、ほんとトップレベルのクラブの試合で見られているほどの戦術行動は、まあ見られないとは思うんですが、まあやっぱりでも、基本的にはその、532っていうところを採用するチームが今大会はやっぱ多いんで、まあその理由とか、まあその運用の仕方とかっていうのを見ていると、まあ一つトレンドなんでしょうし、でも、使い方を間違えると、全然前に出られなくなっちゃったり、ボール奪える局面が作れないので、まあそんなところも個人的には見ながら、まあ良いなんかこう、研究材料として、使わせてもらってますと。非常に面白いですね。で、オーストリアの例えばダビド・アラバの3バックセンター起用も、まあ面白かったですし、まあ最終的に左に出て、神様はクロスでアシストしちゃったみたいなところも素晴らしかったんですが、まあ、オーストリアにいる選手たちの顔ぶれで考えると、まあ、532、まあ、プレッシングもできるな、ありだな、とか、まあ、ライナー、ライマー、ザビッツァ、ね、ここら辺はすごく良かったと思いますし、ちょっと左のウルマー、ザルツブーグの選手だと思いますけど、ちょっとここが物足らないとか、中盤のセンターのシュラガーかな、
まあ、ここも、なんかこう、狙いすぎたパスが、実は全然こう、精度が伴ってないので、もう少し、シンプルにプレイした方がいいんじゃないかなとか、やっぱりツートップ前があって物足らないので、まあ、途中から入ってきた選手たちの方がいいのかなとか、そんなこと感じましたけど、まあ、でも、いろいろ見させてもらって、また自分の中に、まあ、材料が増えて、まあ、自分の指導にそのまま活かせられるわけじゃないと思うんですけど、彼らがね、ユーロでプレーしてる選手っていうのは本当にレベルの高い選手たちばっかりですから。でも何かしらのこう、エッセンスをもらいながら、自分たちでも取り組める部分を探して、ちょっとこう、真似してみるっていうのも大事だと思うので、まあ自分のチームの選手がユーロを見てるとは思わないんですけど、まあどれぐらいフットボールに関心、興味を持ってるかも含めて、まあ僕も毎日探りながらやってますが、やっぱりサッカーね、フットボール上手くなりたかったら見て勉強するのもすごく大事なんで、まあそこを強く要求はしませんけど学生ですから。やっぱり自分自身をどれぐらい高められるかっていう、自分自身の理解をどれぐらい高められるかっていうところに対しては、まあどの選手も本当に全力で取り組まなきゃいけないものだと思いますので、まあユーロなんかは最高の教材になってるなと思います。それはちょっと長くなりましたが、この動画はこちらで終わります。今夜からまた2巡目が始まるんですかね。まあそちらも楽しみに、見ながら、まあどっかのタイミングでユーロも、なんか、自分のチャンネルかなんかで話をしたいなと、解説でもしようかなと思っております。まずはまあ自分のその与えられた解説がもう一試合あるので、まあそちらもしっかりやって、まあ決勝トーナメント入ったらまた時間ができて暇になるので、まあ皆さんと一緒なんか見ながらこう、しっかり逆に言うともっとこう深々、解説ができるような場所を自分で作ってもいいなと思ってますんで、まあもしそういうことをするようになったらまたアナウンスをします。それでは気がついたら雨が止んでましたんで、まあしっかり練習できればいいなと思いながら練習場に向かいます。それでは皆さん、今日もありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。今日も良い一日をお過ごしください。